こんにちは。転売アカデミー、堀秀夫です。転売アカデミーの Amazon 輸出サポート、その実績を、ちょっとお見せします。転売アカデミーのサポートはですね、個別サポートだから結果が出ます。初心者の疑問は一般論では解決しません。中古と新品の境界線、悪い評価の削除方法、どんな商品を扱えば儲かるか。これね、マニュアルに書いて、みんなに同じことをやらせたらですね、あっという間に効果がなくなります。だから、結局個別にサポートしないと初心者の方は稼げるようにならないです。そんなわけでですね、やっぱり稼げない、指導者が多いと、塾とか、スクールが多いと、あるいは自己流でやってですね、それが経験だというので、自己流でやってアカウント削除されちゃいましたという相談いただくんですけど、正直アカウント削除されちゃってからだとお金がかかります。で、無駄なお金かかります。だったら初めからね、サポートを受けた方が確実に儲かるし、良かったのになと。お金かかるのみならずね、結構エネルギー使ったりね、何しろ気軽に始めて割とスムーズに稼げるようになる Amazon 輸出が自己流とかね、よくわかってない指導者のあるいは、よく分かってない情報発信者の情報を信じたばっかりに、すごい大変な回り道をするという例があります。そういうことのないようにですね、初心者の方が、月10万稼ぐのに、一番稼ぎやすい方法はやっぱ Amazon 輸出です。だけど、自己流であったりね、分かってないやり方だと稼ぎにくいです。というか、稼げないです。転売アカデミーの実績はですね、1ヶ月で4,474ドル。約50万強ですね。売り上げたり。あるいは6000ドル。5,880ドル。3万ドル。3万1000ドル。2万9000ドル。3,368ドル。2万121ドル。2万、これ一緒か。6,007ドルという形でですね。結構これ、ずっとやってるベテランじゃないです。もう始めて本当に3ヶ月とか半年ぐらいの実績です。これだけのね、実績を上げられるのは、指導方法が的を得てるからと。Amazon 輸出ね、どうやれば稼げるかっていうのを分かってきちんと指導すれば、稼ぐのは非常に簡単です。ところがね、無在庫でやりましょうとか、ツールを使って稼げますとかね、あるいはとにかく、根性で出品してくださいと。そんな馬鹿げたやり方で、やって稼げるほど甘くはないです。これからホリデーシーズン、1年で一番儲けやすい時期来ますんでね、この機会に Amazon 輸出始めて、来年は稼げる業界というかですね、本業を Amazon 輸出にしようかな、それともサラリーマンにしようかな、サラリーマン続けようかなと迷うぐらい稼いでいただければと思います。水曜日まで会員募集してますんで、よろしかったらご応募、こちらね、クリックしてご参加ください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。